今回の特別ゲストはですね、株式会社ナナヤさんから大沼さんがお越しいただいてます。はい、大沼です。はい、よろしくお願いします。まずはナナヤさんがどんなことをされている会社かっていうのを簡単にご紹介いただいてもよろしいですか？はい、紹介しましょう。まあ、ナナヤという会社は、まあ、農業、徳島県で農業をやってる会社なんですけども、まあ、今までの農協さんに出荷して市場に流れて、それを仲卸さんが買ってっていうようなビジネスモデルではなくて、直接スーパーさんとか加工業者さんとかに、食品業者さんとかに契約を取って、今までみたいに作ったもんを売るではなくて、先に営業して売ったもんを作るというビジネスモデルでやってます。これ今何年ぐらいやってるんでしたっけ？3年目ですかね。まあでもそういうビジネスモデルをやり始めたのは10年ぐらい前から、まあうちの社長がずっとそういうビジネスモデルで農業をやってて、でそれを徳島県内に広めようというので、3年前にこのナナヤという会社を作ってやってます。なんかもともとナナヤさんってあれメンバーのほとんどが農家じゃないんですよね。そうなんですね。結構なんか変わった経歴の大沼さん自身、ご自身はどんな感じで？僕はもともとシステムエンジニア、IT コンサルタントみたいなことをやってて、まあ、メンバーで言うと金融業界から入ってきたメンバー、建築業界で自分で設計事務所やってたメンバー、人材派遣会社で自分で会社を経営してたメンバー、あと営業マンとかいう、まあ、他の産業から来た人たちで、まあ、今までの農業とは違う視点で農業をやってみようという人たちが集まっています。だからあれですね、だってあれ社長さんですよね、トラクター改造してるのは。してますね。バイクを改造するんじゃなくてトラクターを改造してますよね。もうすごいですね。暗視カメラついてますから、ね、夜に働く気なんですか？夜にトラクター運転できると。 それ普通だったら1回1回もうね、肥料をまく最初にやってとか、畑た耕運してっていうのを別々にやるのに、七谷さんの場合はほぼ一括ですよね、あれ全部。なんか、カタカタその改造した結果、全部が一回バーッと走らせればできるようになってるっていう。ね、しかも、それに何がすごいって、その、マクで、なんかマク間隔を調整したりとか、深さまで全部カタカタいじれるんですよ。そうですね。ねで、農家さんで美味しい植物を作るときに、その、綺麗だねとか、その、美味しい、そうだねとか、そういうこと言うんですか、それ。でもいいですよ。綺麗だねとは言わないかもしれないけど、はい、俺の育ててる、例えばヴィーナスの竹澤さんとか、俺のナスは最高にうまいんだってみんな言って、そういう気持ちを持って育ててるっていうのは多分あると思う。そうですよね。ねだからそれをさ、クソだボケって思って育ってるか、最高にうまいんです、これって。もうめちゃくちゃいいんですって思って育ってるかは、やっぱりね、育てる人の気持ちが変わってくると思う。だからそういう意味で言うと、それって、その、単に言葉がけの問題じゃなくって、自分の心意気の問題ですから、それ以外の部分でも現れてくるところで、そういう思いを持って作るっていうのは、自分の育ててる作物にどんだけ愛情を注げれてるのかっていうのはすごく大事で、めっちゃ感動しますそれ。すごいこと行かないと日本国民が。おね、じゃあちょっと山ちゃんとりあえず乾物にワークアウトしたい。そうですね。ミキさんの元でもうビシビシ芝居とかそしたらなんかハンモックみたいな木にぶら下げてバーって寝てるかもしれない。ねやればできる子、やればできる子って言いながら僕にも言ってほしいですよね。お前はいけるんだって。そうやってね、愛情をどれだけ注げるかっていうのはすごく大事な理由があって、はい、理由があるんですか？農業においてこう野菜の変化をどれだけ早く察知できるかっていうのはすごく大事なんです。だから、ね、確か例えば変で申し訳ないですけど、好きな子の変化だったらすぐ気づくけど、そうじゃない子のやつどんなに変わると気づかないって、それの多分それの好きな愛情が捧げるっていうのがその好きっていう、まあまあ、確かに、まあ、野菜を見てて、いつもと葉っぱの形が違う、色が違う、花のつき方が違う、何かが起きてるんだろうっていうことですね。でじっくり見て、虫が発生したって言っても、だから虫がいっぱいになってから気づくんですよ。だからもう明らかにどんなやつが見ても分かるレベルになって初めて気づいちゃって、どうしようもない、もう農薬まきまくらなあかんとか、もう諦めなあかんっていう状態になって気づくんですけど、ちゃんと愛情を持って毎日野菜を見てたら、そうなる前に気づける。おお、これってすごい素敵なことじゃないですか。確かに。すごい。すっごい素敵なことやね。山ちゃんが素敵なところを引き出して今。いやいや、すごい素敵なことやで。おお。だ
ね、今日もあの採用セミナーの中で、うん、脇坂さんの最初の説明の中でね、うん、その生産から販売までっていう、うん、そのトータルなバリューチェーンを作るっていうふうに説明ありましたけども、うん、やっぱりその生産してやっぱり最後のこう食べる人まで届けるところまで見るっていうのはすごく醍醐味なんですか？醍醐味だし、うん、あの、うん、食べてもらう人の感想を聞かないと、うん、生産する方にフィードバックがないんです。うん、だから日本の人たちの味覚っても自分たちの味覚はこうだけど、うん、現地の人がどっちを喜ぶかが分からないって感じです。分からないし、うん、まあ、日本なんかはそうで、はい、あの生産者から消費者まではすごく遠かったんですよ、うん、いろんな人が間に入ってて、で生産、消費者の、ニーズっていうのが生産者に入ってこなかった、うん、でその結果どうなったかっていうと価格勝負しかなくなったんですよ。マーケットの潰し合いみたいな、うん、みんなが喜ぶのは値段が安いこと、値段の評価軸しかなくなったっていうことなんですね、うんうん、と僕たちは、うん、はいはい、うん、でもそこでうまいかどうかって、うん、でもうまいかどうかが一番ですよ、うん、口に入れるもので、うんうん、そうかっこええわ、うん、まあそうで買う人からしたら、はい、た例えばキャベツの大きさが全部一緒である必要って別にない、うん、でも一番に下ろすと、うん、キャベツの大きさが揃ってるっていうことが評価高かったりします、うんうん、もうその真ん中に立ってる人たちのニーズであるから、そこに組ま、そこを組まないと生産者としては売れないからっていうところがあるってことですか？うんうん、まあ、もちろんそれはあの最終的なお客さんのニーズにはつながるはずなんですけど、すごくこう細い線をたどってお客さんのニーズにつながってるんで、直接お客さんとつながったらその線をもっと太くできるな。じゃあ本日はですね、あの株式会社7屋の大沼さんをお迎えしてあのお送りしました。ご覧いただきどうもありがとうございます。よっしゃ。